メルクールはフォードが1985年から1989年まで製造・販売していた自動車のブランド名、ヨーロッパフォード開発の車を北米市場にて販売する目的で立ち上げられた。ブランド名の由来はマーキュリーを意味するドイツの単語。フォードは1970年にドイツフォードが開発し、ヨーロッパを中心に販売されていたカプリを北米市場にも導入した。 この際、フォードブランドの車種との競合を避けるために、ブランド名を付けずに、カプリという社名だけのエンブレムを取り付け、リンカン・マーキュリーディーラーを通じて販売するという手法を取った。しかし、この販売方法ではブランドをアピールできないこともあり、1985年にシエラの北米導入にあたって、ヨーロッパフォード社の北米向けブランドとして新たに立ち上げられた。 メルクール XR4Ti 最初に導入された車は前述の通りシエラをベースに保安基準等を北米仕様とし1985年に発売したメルクール XR4Ti である欧州仕様とはエンジンや装備が大きく違っておりそのためブラジル工場で組み上げられたエンジンをドイツへ送りカルマンによって滑走を行い北米へ輸出するという形を取った 1988年には、メルクール・スコーピオを発売。これは、フォード・スコーピオの北米仕様である。どちらも、フォード・メルクール XR4TI やフォード・メルクール・スコーピオという呼び方をされる場合がある。メルクールは独自のディーラーは持たず、リンカン・マーキュリーディーラーを通じて販売された。しかし、販売価格の高さや、認知度の低さもあり売れ行きはかんばしくなかった。 特にスコーピオはマーキュリーセーブルと競合したため安価で装備がより良いセーブルにセールスを奪われる形となった。これはアメリカではハッチバックは好まれないことも影響した。またメルクールというブランド名称そのものにも問題があった。メルクールはドイツ語であるため英語読みの場合イメアクアやマーカーなどと呼称されブランド名がなかなか浸透しなかった。フォードは メルクールを設立することで、欧州製フォード社の販売拡張及びアメリカでのラインナップ増強を図ろうとしていたのだが、そのもくろみは失敗に終わる。そして1989年をもってメルクールブランドは廃止された。ありがとうございます。